こちらは西郷南州、西郷隆盛ですね。そちらの書です。注目のオークションで南州の書を取り上げた流れでこれを公開することになりました。これは私が骨董に興味を持ち出した頃にほとんど何もわからない状態で買った掛け軸です。南州が西郷隆盛だということは分かっておりました。ヤフオクの表題にも西郷隆盛、南州筆、四行軸みたいな、そういうタイトルで出品されていて、もう10年以上前ですね。ヤフオクで良いものを買って、本格オークションに送って、まんまと大儲けしようと思った最初の頃ですね。で、これはね、6万9000円くらいで買ったんです。もう記憶ですけども、まあ、これは正しいと思いますね。記憶は薄れてますけども、この作品の金額は覚えておりますね。そしてこれをヤフオクで買って本格オークションに送ったんですが、ヤフオクの方は肉質かどうかを含めご自身で判断してご入札くださいということで、まあ拙者の画像もありましたね。それ見てもね、全然私わかりませんでしたけどね。まあこんな大きな印刷なんてないだろうなと思って、肉質なのは間違いないよなと思って買ったんです。ちょっと拙者してみましょうか。この印の朱色も変でしょ。変でしょってね。そして、ざーっと来て、表層はね、今見ても、まあまあ立派です。でも機械表層ですね、これは。で、この朱印がね、今見れば、朱肉を使ってないっていうの分かりますけどね。こんなね、変な色しておりますね。これ南州の最後の払いですね。プツプツプツってドットがたくさん見えますね。そして、こういうところですね。版を上げた時に塗料がね、こう横に伸びたんですね。横に伸びるっていうか、一旦引き上げられて倒れるっていうかね。そういう跡が見て取れます。この辺がね、そうですね。早い話、これは印刷っていうことですね。これは花っていう字ですかね。これなんかね。完全に印刷ですね。これを私が買った当時は全然印刷だなんて品物届いてもわかりませんでした。今はわかりますけども、当時はこれ6万9000円で買って本格オークションの過去の落札結果を見てね。西郷隆盛の四行詩だと、どんだけ安くても50万円してるんですよね。だから、うわ、これ、40万くらいは儲かっちゃうんだなぁなんて、思ってたんですよ、マジで。そして本格オークションに送りました。そしたらね、次の日届いたんでしょうね。すぐに電話がかかってきて、印刷物ですので、当方では取り扱いできませんって言われてね。印刷ですか、これ、なんつって。それ言われても納得してないんですけどね。そうですか、なんつって。そしてそこでさらに言われたのは、ご縁さん、軸先見ましたかって言われたんですよね。軸先は見ましたよ、私は。だから、見ましたって答えたんですね。そうですか、これプラスチックですって担当者が言うんですよね。ああ、プラスチック、なんつって。まあ、プラスチックの軸先ついた良い掛け軸なんていうのは、まあないですよね。安い掛け軸に造毛の代用としてつけるのがね、プラスチックですから。軸先もちょっと見ていただきます。これがね、プラスチックです。非常に軽い音がしますね。それで本格オークションの担当者に言われたんですけども、私どものオークションでは軸先がプラのものは 99% 取り扱いできませんので、まず印刷かどうか判断できない場合、軸先を確認してくださいって優しく言われました。今はわかりますけども、まあその後ね、これ掛け軸、まあ大失敗したわけですよね。6万9000円相当高い金額で私は買ったというか、まあ、全然余裕で買ってるわけじゃないんですよ。相当やりくりして、苦心して、お金をね、払って。その頃はね、ヤフオクまだ簡単決済が行き届いてない頃だったと
思います。で、出品者側には落ち度がないっていうかね、印刷だって分かって出品しててもそこまで丁寧に言う必要ないだろうっていうか、その頃は特にね、あまり厳しい雰囲気がなかったというかね。それでこれもね、我が家の家宝として十数年眠り続けていたわけです。この品物贋作かというとそういうもんではなくて、版画のようなもんだと思うんですよね。お土産品というかね、コピー商品ですね。だから誰かを騙そうとして作ったんではなくて、西郷隆盛の本物の書は相当に高いものなので、印刷物で我慢するしかないなという人のための商品ですよね。それを私が本物だと思って買っちゃったから相当惨めな思いをしたわけですね。本格オークションの方でこんなものをね、送られてきたらマジかって思うでしょうね。割と丁寧に私に対応してくださいましたけどね、勘弁してよって感じだったんだと思いますよ。その頃はね、1開催で1個2個出せればっていう感じでやってましたけど、今はね、1開催で茶道具であれば大体50個くらい平均ですかね。それくらい出してるんでね、本格オークションでもまあまあ良い扱いをしてくださりますけどね。でもまあ、私がね、12、3年前ですかね、これをね、本物と思ってたんですからね。今でもね、ひどい失敗やらかしますけどね。それでもね、これはね、何回も思いましたけど、これは動画にしない方がいいなっていうか、恥ずかしいなぁと思って今までそうしてこなかったんですけどね。まあ、今回注目のオークションやりましたので、これを出す決心ができて今こうして見ていただいているということでしょうか。これから骨董収集などする方のね、一助になれば良いと思っております。それでは失礼いたします。